8度目の防衛戦、チャンピオンの徳山雅盛です。23戦22勝 7KO1 敗、98年の WBC ユースタイトルを獲得、トップコンテンダーディミトリー・キリロフ、ロシアです。この試合の解説は元 WBA スーパーフライ級チャンピオンの鬼塚克也さん、そして前 WBA ミニマム級チャンピオンの星野慶太郎さん、昭和44年組、花の44年組のお二人に解説をお願いしています。鬼塚さん、星野さん、どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ、鬼塚さん、スーパーフライ級、はい、まあ、鬼塚さんの時はジュニアバンタムだったんですけども、はい、徳山、本当に安定王者の風格出てきましたね。本当ですね、もう憎たらしいぐらいもう老快に、戦える選手なんでね、はい、うん、で今回は同じ今まで戦ったことのない同タイプなんでね、その辺をどういう風に戦うのか楽しみです。はい、星野さん、はい、展開的にはどう予想されますか。左の付き合いだと思うんですけどね。左の付き合い、はい、どちらがそこら辺のところ、まあ、主導権を取るかというところですか ね。さあ、第1ラウンドのゴングが鳴りました。身長差ではおよそ10センチ近い身長差があります。まあ、鬼塚さん、はい、画面の右側ディミトリー・キリロフ、ロシア、まあまあ、ほとんどですね、情報としては VTR の情報しかないので、はい、まあ、どんなボクシングをしてくるんだろうということなんですけど、あの非常にスピードがある選手のようですよね。そうですね、左の突き方が、あの使い方がうまい選手ですね。ただやっぱりヨーロッパの選手はね、いざリングに上がってからこのペースを握るのがうまいですよ。前半軽くしのいでね、後半になってずる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 こうペースを握っていくというか、はい、相手を苛立たせるようなね、そういううまさがやっぱりヨーロッパの選手は多いですね。なるほどね、はい、星野さん、はい、構えを見てますと右はアップライトなんですが、はい、左をこうちょっとだらっと下げて、はい、少しこうなんていうんですか、フリッカージャブのような感じのパンチ出すみたいですね。そうですね、でもこの距離の取り方がすごく上手なんですよね、この選手は。ちょっと引き気味に構えて、はい、で今度パンチは右を出すときは体伸ばしてくると、はい、器用な選手なんですね、はい。まあ、最初に星野さんからもちらっとお話がありましたけども、左の付き合い、鬼塚さん、はい、チャンピオンはですね、前半とにかく相手を調子づかせないんだと、前半が鍵だという言い方をしてたんですけどね、はい、そうですね、左のジャブ、はい、徳山選手と戦った人はね、みんなこう徳山選手は遠く感じると思うんですよ、パンチ当てるのに、すごいあの長い距離で戦える。今日はね、ちょっとこのキリロフ選手がね、すごいやっぱり重心を右に置いて、はい、遠く感じてる徳山選手がちょっと、あ、やっぱり距離が長いなって感じてるかもしれませんね、はい、予想以上にやっぱり距離感の上手い選手ですね、キリロフ、はいはい、その距離感の上手さ、そういう意味で言うと鬼塚さん、まあ、チャンピオンの距離感の取り方っていうのは上手い方ですよね、はい、上手いですよね、もう絶妙なもんありますね、絶妙なもんありますね、はい、ただこう攻めてくる選手にはこの距離感がすごい、合ってくるんだけど、はい、自分が逆にこう距離感が遠く感じたりした時にどうかというのは、今日そういう相手なんで ね、今までやったことない相手だと思うんですよ、タイプだと。なるほど、はい、ただやっぱり今さっきのインタビュー聞いてたように、ボクシングで通じなかったら喧嘩でいくって、それぐらいのやっぱ意識がね、はい、やっぱり徳山選手のやっぱ強さであり凄さだろうなと、うん、これで通じるんだと思わないところがやっぱり徳山さんの良さでしょうね。ワンツーで入りました徳山。星野さん、はい、そういうところで言うと、その徳山は最後は要は気合という言葉をよく使いますよね、はい、本当気合勝負ですよね、はい、左を出し合っています、突き合っています、左、大きく左を振りました、チャレンジャーのキリロフ、右ストレート、右ストレート、この右、怖いほど右が切れていると話していましたチャレンジャー、チャンピオン、失礼、第1ラウンド間もなく残り5秒切ったところ、ここで第1ラウンドが終了しました。まず立ち上がり、鬼塚さん、いかがですか。いつも通りの徳山選手はいつも通りのこう、まあ、よく見ていこうという立ち上がりだと思うんですけど、はい、キリロフ選手がね、やっぱ予想以上にやっぱり上手くてね、距離感の上手い、選手でしたね。なるほどね、はい、星野さん、はい、星野さん、どうですか、立ち上がりとしては、まあ、まずまずというところでしょうか。いつも通りですよね、いつも通り、一発いい右も入りましたから、はい、いい滑り出しだと思います、ね、キリロフの印象はどうですか。
やっぱりカウンターバンチャーですかね、まあ、でも前今は前に攻めてますけど、はい、まあ、やっぱり距離の取り方は本当にうまいですね。そういう意味で言うと織塚さんね、はい、見てると試合のこう感じがですね、はい、中沼選手の試合の感じとこうかなり違いますよね。なんかお互いにこう、うん、その間合いを取り合いながらここぞという時にこうパンチを出し合う、こう剣道のようなね。そうですね、そんな感じありますよね、はい、もうこのねちょっと左の探り合いとかね、ちょっとした肩の動きがね、本当にお互いがすごいこの老快さがね、やっぱり持ち味なんでね、はい、そこをこう見てる人たちあの注意してみてもらったらすごいこう、あー右、この右だ、この右です。ちょっと聞きましたね、徳山選手のがやっぱり引き出しの多さはありますよ、はいはい、いっぱいやっぱり左からつなげる右も今回すごい練習してたみたいなんで、はい、放送席の久保さん、はい、どうぞ。チャンピオンサイドですがね、やはりこう試合前徳山選手はですね充実した調整を思わせる落ち着いた表情で永田トレーナーのマッサージを受けてましたね、はい、でかっこよく今回決めようなんて思ってないよと、泥臭く勝つそんな思いで8度目の防衛戦のリングに上がりましたね。なるほど。で金沢会長はとにかくいい立ち上がりだと左を有効に使っていけと指示を出しました。はい、赤コーナー徳山サイドはテレビ大阪の植草裕樹アナウンサーです。放送席久保田さん、はい、どうぞ。一方のチャレンジャーもですね、まあ、初めての世界戦とは思えないほど表情は決して硬くありませんでした、で鬼塚さんから何度もお話があった距離感というお話なんですけども、はい、控室ではですねトレーナーをチャンピオンに見立てるようにしましてステップと距離感の確認のような動きをもう入念に行ってましたね、はい、青コーナーキリロフサイドはテレビ東京の島田博史アナウンサーです。この辺りの左でのまあ、お互いのその取り合いということで言いますとやはり区分星野さん、はい、徳山の方に分があるような感じですね。そうですね、懐深いですから、後ほど体格比較もご覧いただきたいと思うんですがリーチでも、徳山が上回っています。あこの左です、左をついておいてスッと下がりました。この手を出さないで向き合っている時にね、ここですごいこう駆け引きがそうなんでしょうね、あるからね、そこが、まあ、僕ら見てる人間にやっぱりたまらないですよね。なるほどね、このシーンです。これ今も右を振るように見せておいて左を出してきました、ね、左をついた。ただ徳山選手もあのちょこんちょこんと軽く出してるような左がね、はい、今までの挑戦者に当たってたんですけど、このキリオフにやっぱり当てづらいなっていうのは感じてると思いますよ、はい、それぐらいやっぱりちょっとした肩の移動でね、左を届かせないようにしてます、はいはい、そして今の放った右、とにかく今は右がすごく切れているんだという話をしました。ワンツー右の大きく振るうようなパンチを見舞った徳山です。一方のチャレンジャー背中が見えていますキリロフ、がっしりとした体格のキリロフ、この2ラウンドはお互いに睨み合うような感じでした。体格比較をご覧いただいています。身長では9センチ徳山、リーチで3センチ、しかし脅威ではキリロフが2センチ上回っています。星野さん、はい、こういう、まあ、星野さんの場合はおそらく逆に背の高い選手と戦うことがあったんじゃないかと思うんですけども、はい、背の高い選手を相手にするとき、まあ、どういうところがメリットになり、どういうところがデメリットになるんですか。背の高い選手のとき、僕なるべく中に入っていこうという意識で、ね、やってたんですけど、まあ、この両者に関してはあまり関係なさそうですからね。関係ない身長差なんて、はい、まあ、鬼塚さん身長差ありますけど、はい、リーチはそれほど変わらないですよね。しかしもうこのクラスになるとね、もう体格差じゃないですよ。あそうですか、もっと生まれてやっぱりなんすか、うまさとね、それでやっぱり研究の速さ、はい、うん、体格差あんまり関係ないと思いますね。なるほどね、はい、あこのダブルです、気合のダブル。その高いやっぱり徳山選手がやっぱり距離が長く感じてるかもしれないですもんね。あ、はい、はいはい、ここで動きが止まりますが先に手を出すのが徳山です。どちらかというと鬼塚さん、はい、やはり先ほど星野さんもおっしゃってましたけども、キリロフの方が少しカウンター狙いのタイプのようにも見えますね。そうですね、はい、左から右を狙ってると思います。そうですね、はい、徳山の方が先にゴール、左から右ワンツーです。この右のストレート、あのパンチ当たりますね、当たりますね。まだ時間は十分にある第3ラウンド、ね、右のストレート、左から右につなげる前がねすごく速いんですよ。あ、はいはいはい、ワンツーじゃないんですよ、ワンのリズムで右を打つんですよ、ね、両方一緒に同時に打つ、はい、だからもう向こうもらってしまうと思うんですよ。勘のいい選手だと思います、キリオ選手も、はい、だけどもらってしまうような感じですよ、はい、また星野さん、はい、今日徳山の右がよく伸びてますね。伸びますね、あと肌艶がすごくいいんで、肌艶がいい、
相当絶好調だと思うんですよね、はい、阪神タイガースの中田健トレーナーに今肉体改造、内側のインナーの筋肉が良くなったというそういう言い方をしていました。ボクサーっぽい体格になったでしょうという話をしていました。チャンピオンの徳山久保さん、はい、どうぞ。徳山本人はね、世界を初めて取った2000年の8月以来のですね、絶好調の体になったって言うんですよ。おー、なるほど。また右です。これはスッとステップバックしました。チャレンジャーのキリロフ、ディミトリー・キリロフは25歳。もう徳山君のペースですね、まあ、完全に徳山この第3ラウンドからペースを握って、ワンツーはこれはモーションだけ。あ、右を出す。しかしうまくスウェーしました。チャンピオン残り30秒を切った第3ラウンド、徳山に取りました。これが8度目の防衛戦、顔が見えています。徳山チャンピオン、あーっとすごい右の打ち合い、タイミングの取り合いはすごいですね、すごいですね、はい、残り10秒を切った。早いですよ、早いですね、お互い早い、はい、お互い早い。左から右のストレート、チャレンジャー、あ、コング、ここでコングです。第3ラウンド、お互い間合いを取り合っての左と右の打ち合いです。この右のストレートです、星野さん、はい、この右ですね、いつも必ず当たるパンチなんで、この徳山選手、どんどん出していってほしいですね。そうですね、はい、まあ、徳山の場合は星野さん、はい、まあ、左のジャブと右のストレートもありますけども、あの左のフックとかあのボディがですね、そうですね、非常にいいですよね。器用ですから、器用ですからね。そういう意味で言うと、鬼塚さん先ほどおっしゃったように、その攻め口もそうですし、はい、パンチの多彩さという部分でも、はい、まあ、徳山選手そういう部分でも多彩さありますよね。そうですね、もう引き出しが多いですよ。そうですね、はい、おっしゃったようにね。第4ラウンドに入っています。やっぱキリロフ選手もやっぱりもっとこう線の細い、アマチュアスタイルかなと思ったけど、はい、やっぱり深さは持ち合わせますね、はい、ご覧のように左のガードを下げています。左のガードを下げています。そして左から入りました左のフック、チャンピオン久保田さん、はい、チャレンジャーサイドですかね、その距離感についてなんですが、トレーナーは徳山のリーチの中で止まるなと、でフットワークを使い左へ回り込んで左へ打てと、こういった指示を出してますね。あ、なるほどね。そういう指示が出てるということは、星野さん逆に言うと完全に、まあ、距離は徳山の距離ってことですよね。そうですよね、ちょっと攻めあぐんでるような感が見えますからね。あ、キリロフの方ですね、はいはい、放送席の久保さん、はい、一方チャンピオンサイドなんですかね、とにかく大きいのはいらないんだと、左さえ気をつけろということで、やっぱりこう倒しに行こうとするのをなんとなくこうまだ、金沢会長の方はこう制してる、そんな感じがしますね。ワッツ、はい、なるほど。小刻みに手を動かします。そして体を動かしています。チャンピオン、チャンピオンが左から入る、右から入りました。今度は右から左のフッカー空振り。徳山選手はね、強さのアピールをね、はい、すごく意識してると思うんですよ、はい、やっぱりノックアウトも意識してるし、ただそれが力みじゃなくてね、自然にこうあの練習の中でね強さに変わってきてるんでね、はい、今の本当徳山選手はやっぱりあの右もそうですし、この選手左一本だったら勝てなかったですよ。あ、やっぱりあの右をうまく使ってるからね、はいはい、今日の徳山選手はうまさプラス強さが出てる試合だと思います、はい、第4ラウンドも2分を経過しようというところ、8度目の防衛戦、左から入りました。この左をついて距離を取ります徳山、そしてその後、あ、ワンツー、うまくステップバックしました。今度は逆にワンツーです。チャンピオン企業選手はステップイン早いですね、ステップイン早いですね、はい、要は速いステップインからクロスレンジから連打をまとめるというのがなんか特徴のようですよね。そうですね、ただ本当徳山選手はね、はい、打ち合いたくても打ち合いさせてもらえないくれないんですよ、はい、それぐらいうまい、もうそんな距離入れさせない、はい、ただやっぱキリロフ選手はやっぱりもうスッと力みじゃなくてスッと入ってくるうまさがありますね、はい、左のジャブダブルが決まります。チャンピオンこのようにして瞬中両腕を動かして、あー、右が入った。左のフックをかぶせていきます。チャレンジャー、またリングの中央、残り10秒、第4ラウンド、左をつくチャンピオン、お互い左を下げたあのね、お互いが左腕をねこう揺らしてるのがね、あそこにすごいこういろんなね、この次のパンチのモーションがねかか入ってるんですよね、はい、左をお互いつばぜり合いのようにいたしまして、今第4ラウンドが終了いたしました。これは第4ラウンドのシーンです。右から入る
星野さん、徳山の場合は左のジャブも入りますけど、今のようにですねタイミングをずらしてその左で入ると見せて右から入ったりですね、そのあたりのところのその駆け引きっていうんですかね、そういうの非常にうまいですよね。そこが本当に徳山君のいいところなんですよね。右の腕をねジャブのように使うんですよね、はいはいはい、右から左につなげるような感じがすごい上手くて、はい、ただ、今までは本当に右を決めるパンチじゃなかったんですけど、今日は本当に決める右を打ってますよね。そうですね、はい、とにかく練習の時にも話していましたが、右がやばいっていう言い方をしてましたけど、チャンピオン やばいと思うぐらいにやっぱり切れてタイミングよく当たってました。僕はスパリング見てびっくりしたほど、本当にすごい、切れてました。はい、ここで距離を取りますチャンピオン、じりじりと前に出るチャレンジャー、左チャンピオンの左です。大きな右のフックで入りました。少しキリオさんが前に出てきたんですよね。そうですね、キリロがこのグラウンドじりじりと距離を詰めていこうというチャレンジャーのキリロ、トップコンテンダー最強の挑戦者を迎えました WBC 世界スーパーフライ級タイトルマッチ、チャンピオンの徳山雅宗。左、これは星野さん、はい、ジャブというよりもストレートのような感じですね。強く打ってますから、右から入ろうというチャンピオン、また左から入りました。軽くジャブを相手にちょこんちょこんと当てて安心させておいて強い左を打ってくるんですよね。はい、徳山さんもそこら辺がすごい上手いです。ヒーローは左のアッパーを見せました。そして接近戦になろうというところがスッと相手の中に潜り込んでいきまして、また左です。時計とは反対回りに曲がっていこうというところ、チャンピオンの徳山、キリロフがちょっと攻め手がない、左で、ね、ロープに詰めていきたいんでしょうけどね、そうさせてくれない、やっぱり徳山選手の上手さに戸惑ってるんでしょうね。はいはい、おそらく森下さんがね、はい、徳山もこういうタイプを初めて相手にしていると思うんですけども、逆に言うとキリロフもこれだけまあ身長のあってですね、アウトレッチ、ちょっとバランス崩した、ちょっとこれはいい左でした。ヒールスーパー、今の森下さん聞いてるのではないですか、ちょっとバランス崩した感じですかね、あのキリロフの。そうですね、はい、でもあの右当たったらいつでも倒れる、もうタイミングよく倒れるパンチですよ今の。はいはい、あ、左、星野さんいいですね、はい、今の持ち味を生かしてますね、持ち味を生かしてます。まだ左、この左が当たり出したら余計にあの右がね、タイミングが当たり出すと思いますよ。はい、そして星野さん、はい、徳山選手は相手が打ちに来るときにその左出してですね、左を出すと同時にその頭を下げるようにして、はい、その左の腕の中に頭を突っ込むようなそういうその打ち方しますよね。そうですね、了解でしたですね、ここで第5ラウンドのゴングが鳴りました。このラウンドも左が冴えています。チャンピオンです、チェ・インスさんです。今年の3月に結婚しました。チェイさん聞こえますか。あ、ちょっと今マイクがないようで、今の表情を見ていましても星野さん、はい、ちょっとこう安心しているようなね、余裕がある表情ですね、はい、さあ第6ラウンドです。徳山選手の試合は本当に安心して見れますよ、ただですね、このヨーロッパの選手はね、はい、前半悪くてもずるずるとね、こう中盤から後半にかけて、ね、ペースを握ってくるうまさがね、やっぱそれで日本の選手数多くやられてきてるんで。あ、そうなんですか。ここからの、はい、あれよあれよという間に相手にペース握られることがあるんで、お、はい、ここはもうちゃんと押さえておく、やりちゃんと押さえておいた方がいいでしょうね。はい、この第6ラウンド中盤に入っています。まあ、鬼塚さん、戦い方としたら、まあ、チャンピオンは今の、まあ、この戦い方でいいわけですよね。そうですね、はい、でキリロフの方がどう対処してくるかというね。そうですね、小田さん、はい、そのチャレンジャーサイドはですね、まあ、動いているけども打ち合いが少ないぞと、当てに行けということですね。ラウンド中にはですね、頭から突っ込んでいけという声もありました。あ、頭から、あ、なるほどね。右です、この右です。キリロフ選手もやっぱり手を出せばね、反応して徳山選手がパンチ出してくるから、そう簡単に手が出せないんだとも思いますよ。そういうことでしょうね、はい。それと星野さん、はい、やはり距離がですね、やはり幾分徳山の距離ですし、そうですね、飛び込んでいくのがなかなか難しそうですよね。そうですね、本当に攻めあぐんでますよ。そうですね、はい、
福雄さん、はい、金沢会長慎重ですよね。とにかくですね、父親がですね、子供を諭すように、打ち急ぐなと、KO はいらんで勝つだけやという指示ですね。なるほどね。今はボディから左ノック。森塚さん、逆にキリロフとしてはその徳山のボディというのはどうですか。狙っていけるような感じですか。そうですね、もっとあの右のボディとかを使っていけば、本当は本来のこう左ジャブを攻め、使いたいんですよけど、それをさせてくれないやっぱり徳山選手のうまさがあるんでね、じゃあそこからどうするのかが僕ら見てみたいですよね。なるほどね、はい、今はそこら辺の対策を考えているというところなんでしょうか。第6ラウンドも残り50秒を切ろうというところ、大きな右はこれは空振りです。キリロフが来るを詰められません。入ってこようとすると星野さん、この左ですよね。左についてるのも全然安心なんで、右のストレートを伸ばす。ボディーを持っていったキリロフ、顔が見えています。未来のフカ空振り、これは完全に徳山読んでいました。残り30秒切った。左のフック飛び込んでの左のフック、これもダッキングで避けている。いやこれね、普通の選手はね、あれでずる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 とロープに詰まっちゃうんですよ、はい、ただもうすぐ体を入れ替えてね、もう頭を低く体を入れ替える、あれは徳山選手のうまさですよ。反応が早い。ここでまた足が止まる。両者残り5秒切る。右のクロス、今右のクロスを見せました。ディミトリーキリョフ、第6ラウンドが終了。このラウンドも左が冴えているチャンピオン。両者のパンチ数が映っていますが、徳山が206、そしてキリロフが149と圧倒的に徳山が上回っています。星野さん、まあ、最近 の, そのボクシングのですね、はい、まあ、WBA も WBC もそうですけども、採点はその手数というのは非常に重視されますよね。重視されてますね、最近は。まあ、それだけではありませんし、クリーンヒットの数も上回っていますが、ここまではそういう意味では星野さん、はい、まあ、完全に徳山が取ってますね、まあ、ポイントも取ってるというところでしょうね。伊藤さん、はい、チャンピオンサイドですが、金沢会長もここまでは全て徳山が取ってると、で相手はショートレンジで出てくるんで無理して打ち合うな、もらったら危険だからという指示ですね。なるほどね。これを見て左のフック、また左をつこうというところ、左をついた、左をついていく。久保田さん、はい、どうぞ。チャレンジャーサイドですけども、リーチの差が3センチありますよね、このことを言っていましたね。お前の方が腕が短いんだから前に出なきゃダメだと、で一発当てた後続かなければと、こういった指示を出しています。なるほど。あ、左のフック、離れ際の左のフックです。キリロフ、まもなく第7ラウンド1分経過。それと鬼塚さん、はい、比較的徳山選手はやはりスタンスも広いですよね。どうですか、そんなことはないですか。足のスタンスですね。そうですね、やっぱ広く取って、はい、来てますよ。で今回やっぱり体重のかけ方をだいぶ意識してるみたいで、右を狙う、もっと、はい、だんだん右にかけてたと思うんですよ。なるほど、ね、もっと相手に距離を遠く感じさせるような位置にいたんですけど、はい、今日はもう右を当てるために重心をちょっと前にかけてたんですよ。あ、そうですか、はい、キリロフの右です。キリロフが、星野さんどうですか、はい、徳山の左にちょっと合わせようという感じもありますかね。クロスどうでしょう。打ち終わりを狙ってるってところがあるかもしれないですよね、はい、そうしかチャンスがないと思うので、はい、また左です。徳山ずっと徳山君の距離ですからね。そうなんですよね、はい、合わせたいけど早くて合わないっていう感じでしょうね。そうなんですよね。どうしたらいいんだろうっていうところだと思いますよ。はい、はい、まだ左です。このつく左、わあ、左ノック、チャレンジャーのキリロフの左ノックです。これまだ左からワンツー、キリロフの左からワンツーですが、右のストレートはヒットしませんでした。ボディー、ボディーから顔面、おお、ちょっとここはじりじりと前に来るキリロフ。軽くでもですね、パンチを当て出す、当たり出すと、はい、キリロフ選手も乗ってくるんでね、その軽くでも当てさせないことですよね、はい、これも今大きな右を振るいました、はい、徳山の左に合わせるような右を振るってまいりました。チャレンジャーのキリロフ、キリロフのフェイント、またここで足が止まる。両者左を伸ばします。左を伸ばしていく。第7ラウンドも残り間もなく20秒を切るところ、右から入る。星野さん見てると決して不快を言わせてませんよ ね、 ですね、ちょっとイライラしてるかなという感じが見えますね。キリロフの方が ね、 ね、ジリジリと間を詰める。ああ、これ今のは
手数が出ました連打得意のパターンですがパンチ当たったがボディ飛び込んでいって左のボディです。左を出すチャンピオン、まあ、ここでゴング第7ラウンド両者ともに決定的なパンチはありません。右のストレート鬼塚さんどうでしょう、はい、今の右のストレートも完全にジャストミートではないんですか。やっぱキルの選手はやっぱりディフェンシブなボクサーなんでね、やっぱ外してはいるんですけどね、ちょっと外してるわけですか、はい、もう普通の人が倒れても十分な感じなるほどね、はい、第8ラウンドが始まりました。キリロフがこれは初の世界挑戦、もし勝てば旧ソビエト出身のロシア人としてはユーリ・アルバチャコフ、そしてコスタヤ・ジューに続きまして史上3人目ということになります。また日本対ロシアとこの構図で言いますとユーリ・アルバチャコフ対戸口以来の8年ぶりの顔合わせです。左のジャブを2つ突きました。もう徳山選手動きパンチを見切っちゃってますね、空振りさせてますからね全部。キリオフ選手もちょっとこのラウンドからもう行かなきゃという意識はあると思いますよ。そうでしょうね、はい、第8ラウンドあーって右です。振り下ろしていく右、ここでまた両者見合う見合う、どちらが先に出すか。左をついていきましたのが徳山です。徳山左を出してクロスのカウンターを狙っていくキリオフ、今度は逆に一つフェイントが入りました徳山です。いやここは計算している、お互いに読んでいます、前を測る前を測っている。徳山選手みたいな上手い選手にね、カウンターを狙って当てていく、当てられないですよ、だからこの荒くちょっと少々徳山選手を荒くさせて、そこを狙っていくようにキリオフ選手も少しこうやっていけばいいかなとは思いますけど、もうちょっと違う言い方するとラフに行けって言ったら、ワンツーワンツーです。このワンツー潜っていってのボディの連打キリロ、ここでまたあ右です、振り下ろしていく右、キリロフはなんとか飛び込みたい、あ右をかぶせました、右をかぶせていく、左をつく左をつく、あ2つフェイントが入ってから左を伸ばしましたチャンピオン、ワンツーちょっと体を前かがみにしていきます。チャレンジャー左からします。出ようという時に星野さん左ですね、はい、今のもね、わっ右だ効きましたね、さあこれは右のストレート、あ今度は逆に左のストレート、チャレンジャー徳山選手もジャブとワンツーだけで OK みたいですね。そうですね、完全に左を制してます。あ今のは右を狙って、星野さんどうですか、ちょっと浅いんですか、ちょっと浅いんだと思います。浅い、第8ラウンド残り20秒、キリオフ選手みたいにディフェンシブに戦っているからこそ倒れないんですよ、もっと強引に、ね、ギリオフが出てきたら倒されてると思う。なるほど、ワンツーワンツーです。すかさず左を、すかさず左をまたヒレを伸ばしていく、右のクロスを打ち込んでいこうというキリオフだ。残り5秒切った、また左のダブル、ここでゴング、ここでゴング、素晴らしいパンチが見舞いました、チャンピオンです。第8ラウンド素晴らしいパンチ、右のストレートが強烈でした。しかしキリロフもよく耐えています。鬼塚さんからお話がありましたように、まあ、ディフェンシブがいい選手だから耐えられるんだという話。放送席の久保さん、はいどうぞ。徳山選手の奥様インさんにですね、こちらお越しいただきました、はい、どうですかここまで。そうですね、今日家出るときにもう絶対勝つって約束してくれたんで、絶対勝つと信じてますね。今回永田トレーナーとともにね、肉体改造もしまして、随分とまたたくましいチャンピオン帰ってきたんじゃないですか。そうですね、世界戦初めてチャンピオンになった時のことを思い出しますね。さあドキドキもうワクワクしました。はい、ワクワクします。以上奥様のインさんでした。はい、ウエクサーアナウンサーにインタビューしてもらいました。あ星野さん、はい、この右のストレート ね、 そうですね、もう一人みたいになっちゃいましたね。さあ第9ラウンドです。さあ星野さん、今、はい、インス夫人の話にもありましたように、それから先ほどウエクサーアナウンサーのリポートにもありましたけども、体のその出来ですよね、コンディション、はい、これがタイトルを取った時と同じぐらいということですから、はい、本当にいい、まあ久しぶりといったら、まあ、徳山選手に申し訳ないんですけども、本当にいいコンディションなんですね。そうですね、もう本当肌ツヤで出てますからね、
鬼塚さん、やはり動きを見てましても切れてますよね。そうですね、日本の選手がね、こういうだけヨーロッパの選手をね、もうどうしようもないところまで持っていくっていうペースを握らせないってところがすごいですよ、ね、すごいですね、はい、もうそれも逆にですね、もうこのヨーロッパの選手のペースを握られて、あ、イラ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 させるパターンが多いんですけどね、逆にね、させられる、はい、これもすごいですね、いや見事なもんです。久保さん、はい、どうぞ。その得意な選手なんですよね、初めてチャンピオンになった時も大阪で縁起を担いで試合前にうどんを食べたそうなんですが、はい、今日もうどんを食べてこの会場に来ました。ただ正月三が日3日目ということでなかなかねうどん屋さんが開いてなかったそうなんですよ、一生懸命探しましたよと笑って答えてくれました。そうですか、うどんのように粘り強く、そして長くこのチャンピオンの座をキープしたい、そういう気持ちも、まあ、あるのかもしれませんが、徳山雅守だから自分の力を、ね、ラーのストレート、はい、過信してないところがやっぱ徳山選手の強さですよね。そうなんですよね、うどんにこだわってるところもやっぱり、この試合にかける思いっていうのはやっぱり、伝わるんで、やっぱりそこら辺がやっぱこれだけの試合をさせてるんだろうなと思いますよ。そういうことでしょうね、はい、日本の、まあ、ジム所属史上では3番目に、まあ、長いタイトル保持、8度目の今回が防衛戦になります。詰めていく、キリロフが詰めていきます。第9ラウンド、しかし詰め切らない、この左のストレートです。もうジャブではありません、ストレート。また少し後退、左のボディーブロー、またボディーから顔面、ボディーから顔面、チャレンジャーです。またかいくぐっていっての左、星野さん、はい、今のように相手の左、あー首のストレートだが、相手の左をかいくぐってのボディーから顔面というのをですね、キリロフがまあ打開でこう狙ってるような感じなんですが、どうですか。それも、もう全部見切っちゃってるんで、今外してますよね、徳山選手。あ、なるほどね、重心を後ろに引いて体を後ろにのけぞるような形のチャレンジャーのキリロフ、左を伸ばします。チャンピオンの徳山、徳山左から右、右のストレート、左に初の右の一発、まだ左、今度は逆にキリロフ、あー、うまいステップでかわします。うまいステップでかす、またリングの中央に戻る、また左、左のジャブをついていきます。ここで残り10秒を切った、第9ラウンド、右、右の大きなクロス、そして左でコントロール、あ、ここでゴングです。第9ラウンドも徳山、左でキリロフをコントロールしました。第9ラウンド、あ、鬼塚さん、やはり動きの中でもですね、ふっと止まった瞬間にはすぐパンチが、そうですね、もう早いですね、もう早いですね、もう一つ一つのパンチよりも全体像がもう本当に強くなってますよ。年齢的に29歳、1974年の9月生まれ、今回は中田トレーナーのもと肉体改造にも成功、そして精神的にも、まあ、これが8度目の防衛戦ということでチャンピオンの風格、精神的にも安定しています。大きな右で入りました、チャンピオン足を使ってすぐに左を伸ばす、まず30秒経過しました。第10ラウンド、ローブローの注意、レフリーはアメリカのビクター・ドラクリッチさん、今回が2回目の来日、福島対ラリオス戦のレフリーを一昨年行っています。うん、足を使ってすぐに離れ、パンチを見舞ってすぐに離れる、あ、今のところも左を打ってダッキング、左をダブダブルで伸ばす、パンチを狙っていくキリロフ、そのキリロフを左でうまくあしらっています。安全に左でリードしても、はい、どうぞ。そのチャレンジャーですけどもね、とにかくこのラウンド間ではどう攻めるかというよりは、頭を左に振ってパンチを避けろと、これをとにかくトレーナーは繰り返し言っていましたね。なるほどね、これはもうね、1ラウンドからずっと言っていることなんですね。あ、今のですね、はいはい、なるほど、星野さん、今のですよね、はい、今左出してる時に、ね、左避けてますよね、はい、なるべく前に出たいんでしょうけど、はい、今のね、それさせないですから、ずっと攻め上げてる状態ですよね。この攻め、この距離はどうだ、ロープに追い詰めますが、また離れます。いや、手を出したくても出せないんでしょうね、キリオフ選手はやっぱり、はい、それぐらいちょっとした体の移動がやっぱり早いんでしょうね。あ、なるほどね、今のも鬼塚さんね、はい、ロープに詰めて距離はキリロフの距離かなと思ったんですけどもね、やっぱり
遠く行ってるかなと思ったらすぐ近く体を合わせてきたりとか、そういうこう状態のこう移動が早いんですよ。あ、なるほどね。ボディを打ってすぐに離れます。あ、右のストレート狙っていった。右のストレート、相手が打つ気がないと思うと右のストレート。いや、もうキリオス選手はもう打ちたくて、打ち合いたくてしょうがないと思いますよ。はい、あ、打ち合わせきれないんですよね。そういう意味で言うと西川さん、完全なこうヒットアンダーウェイというんですか。そうですね、打っておいてすぐ下がって、あるいは打っていったすぐステップを踏んで、実にこう見事なアウトボクシングですよね。ワンツー、そうですね。あ、ボディまた左、右をかぶせてくる。接近戦になりますが、しかしすぐにまた自分の距離に戻します。飛び込んでいってのボディ、なんとか自分の距離で打ち合いたいキリロフ。キリロフも少し強引に出てきて、出てきましたね。ここでコング、しかしどうしてもチャンピオンの顔面をクリーンヒットが捉えることができません。そしてキリロフが260、徳山をキリロフがパンチ数で上回ったのは第1ラウンドから1つもありません。さあ、これから第11ラウンド、残すところはあと2つ。こうなりますと星野さん、まあ、ボクシングファンというのはですね、贅沢なもんで、なんとかやっぱりパスの右のストレートで持ってしまうんですけどね。放送席の久保さん、リングサイドでこの試合を取材している新聞記者の皆さんにですね、採点を聞いたんですがね、ここまではだいたい5ポイントから7ポイントでほぼ皆さん徳山リードと答えてくれましたね。あ、そうでしょうね。ひょっとしたら星野さん、フルラウンドの人もいるかもしれませんよね。いますよね。いや、これね、あ、右です。はい、おっと左、おっと左か、初めていい右がパンチを見舞いましたキリロフ。はい、どうぞ鬼塚さん、どうぞ続けてください。でも一応の見た時、このキリロフ選手はやっぱり距離はうまいし、あ、どうなるんだろうっていう不安も少し感じたんですけどね、いや、もう徳山選手、これ普通の選手だったらキリロフ選手すごいうまいと思いますよ、すごい強い選手ですよ。はい、はい、やっぱりその実力を出させてもらえないですね。そうですよね。試合前にですね、テクニックでは向こうの方が上かもしれないというふうな話をしてたんですが、鬼塚さん、テクニックでもチャンピオンの方が上じゃないかという気がしてくるぐらいのね。いや、もうテクニック全てを持ってやっぱり、上でしょうね。はい、ボディを狙っていくチャレンジャーのキリオ。それでいてそういうふうな警戒心を持っていることがね、やっぱ徳山選手のここまで来てるやっぱ強さでしょうね。はい、安定王者世界一。おお、ナイス、右だ、打ち下ろしていきました。右、チャンピオンの右、左を出す、あーっとこの右、左のフックは空振り。チャレンジャー、チャレンジャーが前に出ます。キリロフが前に出ていきます。なんとか打開しようという11ラウンド2分を経過。左のフック、キリロフの左のフック、ボディ2発、チャンピオンボディ2発。あー、まあ、星野さん、はい、ちょっと来ましたね。もう乱戦にという感じですよね。はい、もう行くしかないですよね。キリロフ選手はもうやりで勝てない、攻撃もできないから、もうラフに行くしかないですよ。はい、なんとか乱戦に持ち込みたいキリロフ。接近戦に持ち込みたいキリロフ。しかし距離は徳山、依頼のボディ。30秒を切りました。11ラウンド、グラグラです。チャレンジャーキリオフ、グラグラっときました。星野さん、この右が来ましたね。やっと決まりましたね。やっと決まりましたね。キリオフ選手がやっぱり攻撃にしか行ってるからこそね、パンチ当たりだそうですよね。そういうことなんですよね。チャンスですよ。いよいよファイナルラウンド、会場の大声援、最終ラウンドに入りました。
久保田さん、はい、金田会長ここまで慎重だったんですがね、最終ラウンド倒してこいと声をかけました。あ、そうでしょう。星野さん、はい、どうですか、キリロフちょっと効いてますか。まだ効いてますね。少しダメージ残ってるかもしれない。ダメージ残ってますかね、はい、膝がやっぱり震えてますね、はい、もうあの倒すチャンスは十分にあると思います。大きく右を振ってくる、右のストレートです。右のストレート、さあ12ラウンド最終ラウンド、1年半ぶりに KO で締めくくることができるかどうか、チャンピオン。あ、うまくステップでかわしていきます。この辺りは華麗です。あ、右です、レノック、また狙っていこうというところ。お、あ、右のスロー、右のクロスです。今度はチャレンジャー右のクロス、お、右のクロス、お、お、打ち返してくる、前に出てくる、激しい打ち合いになった。必死の思い、チャレンジャーも必死の思い。ああ、右、いやー、これもう捨て身です。捨て身の攻撃、捨て身で変えだけのパンチを打てるのもすごいですね。はい、前のラウンドあれだけ効いててこれだけのパンチを出してくるのがやっぱりキリロフ選手すごいですね、はい、トップコンデンダーキリロフの意地。小山選手動きを止めずに動いてて、ずっと続いてるはずです、ね、はい、あ、間もなく半分が経過します。止まっちゃうとまとめてくるんで、そうですね、はい、あー、トマト右です。オキラ右、左、キリロフの左、こういう間合いでね、戦う選手はね、あの意識が攻撃に行くとね、穴が出てくるんですよね。そうなんですか、はい、前回のキリロフ選手もそうですし、今回のやっぱり徳山アンドロ・トカム選手もそうですし、ね、はい、意識が倒しに行こうという意識がもうそっち側ばっかしに行くからね、ディフェンスにちょっと、穴が生まれてくるんですよね。なるほど、右のクロスから左をフォローしようとした。ただそれを見逃さない2人ともすごいですよ。すごいですね、はい、右のストレート、ワンツー、また離れた。さあ残り1分を切った最終ラウンド、左を出す、左をつく、左をつく、左のボディに発、チャレンジャーまたついた、ボディを狙っていくチャンピオン。右のクロスから左、右のクロスから左、はい、はい、両者を分けます。レフリーのトラックリッチさん、また接近戦。わあ、大きなフックです。2台のフックです。一発に投げていきます。チャレンジャーのキリロ。斜め右、右のクロス、右のストレート、ボディ。そして顔面を持っていくチャレンジ、チャンピオン。残り20秒切った。左足っきり、右のストレート、ボディ、ボディから顔面。また左のストレート、右のストレート、キリロ、右のストレート。残り10秒、残り10秒。キリロが待つ、左から打った、右、右だ、キリロ、右。チャンピオンの右のストレートを取りました。ここで番組、いやー、最後水川さんちょっと危なかったですね。そうですね、前のラウンドからこの最終ラウンドであれだけのパンチがね、打てれるキリロフ選手もすごいですよ。すごいですね、うん、だからやっぱりそれだけの力を持ってる選手をね、ここまでやっぱり力を封鎖してきたっていう、やっぱ徳山選手の凄さ、なるほどね、やっぱすごいですよ。星野さん、はい、鬼塚さんもおっしゃってましたけども、やはりその攻めに出てきた時のそのなんつうかね、攻防のバランスっていうんですかね、はい、自分が攻めている時の守りっていうことを考えにおいての攻めと、いやもう攻めていっちゃおうって言った時のその穴みたいなものっていうのをちょっと感じましたね。感じましたね。ね、しかし最後はこれ KO、 星野さんね、はい、KO いけるかなと思ったんですけど、逆にこれ危なかったですよね、はい、いやだけどね、その一瞬の隙を、ね、見逃さないキリロフ選手のうまさですよ、うまさですね、うん、それを前のラウンド徳山選手もそうだし、うん、やっぱり世界最高峰のやっぱ試合でしたよ。鬼塚さんね、見てまして、あとこれ30秒長かったらちょっと分かんないぞっていうぐらいね、渾身の最後、右のぐらいにやっぱタイミングいい、パンチ当たりましたね、まあ、それでは採点です。現地5カレー117対112、シェレンバーガー117対111、ゴメス・ルエダ116対112、 WBC 世界スーパーフライ級チャンピオン、徳山雅治、徳山8度目の防衛に成功、見事なボクシングでした。見事防衛いたしました、徳山選手、ライダー法人ロシアのテクニシャン、ディミトリー・キリロフを完全にボクシングしました。
見事な勝利でした。認定しよう森塚さん、はい、最後の12ラウンド危なかったですけども、いやいい試合を見せてくれましたね。そうですね、その最後の最後にやっぱりキリオ選手の強さも見せたというところがね、逆に徳山選手のうまさを引き立つ、ところであったと思います。なるほどね、星野さん、はい、しかしボクシングってのは本当にね、分かんないですね。分かんないですね、本当に大事に戦うのは何が起こるか分からない、本当に分かんないです、うん、でもそれにしても徳山は、左は見事ですね、左から右ね、もう安定してますよね。安定してます、強さに安定感があります。はい、8度目の王座防衛に見事に成功しました。徳山のベルトを守りました。素晴らしい左、そして素晴らしい右のストレートでした。